セミアドリガ、エピポンポニアナワイは、長目、セミアドリガ科に分類されるガの一種。名の通り幼虫がセミに外部寄生する得意なガである。セミアドリガ科のガは、世界から40種程度が知られているが、そのほとんどは、ウンカや、ハゴロモカなどに寄生しており、本種のようにセミに寄生する例は、世界的にも珍しい。1898年、民間の昆虫研究家、 縄安氏は、岐阜県養老山で日暮らしについた奇妙な幼虫を発見し、養子の縄梅吉がこれを飼育したところ、眉から黒っぽい地味ながを浮かさせることができた。この川すでに1892年に、岐阜県金華山で採集していたが、無論それが蝉に寄生する種類であることは飼育で、初めて判明したのであった。そして1903年、縄昆虫研究所発行の雑誌。 昆虫世界に、セミのヤドリガという名前で、彩色図版と共に掲載した。この報告を見た、米国の H.G. ダイヤーという学者から、標本希望があったため送ったところ、ダイヤーは1904年に、エピパイロップスナワイの名で新種として記載した。この当時、米国留学中だった、梅吉も、このチンガを新種として発表する準備をしていたというが、 ライアーの論文の方が早かったため気を失った。また、上記のように、梅吉は和名をセミノヤドリガと名付けたが、現在は、松村松年の日本昆虫層目録に始まるセミヤドリガという和名が使われている。俗名は、エピポンポニアで、エピマイナスはギリシャ語で上、外、表面などの意だが、この場合は外部規制エピパラシテであることを示しており、ポンポニアは、 当時日暮らが分類されていた台湾日暮ら族の学名である。首名の名前は本州の最初の発見者である名前安氏を記念して懸命された本州、四国、九州、韓国、台湾。平地から低山地にかけて多く分布し、1000メートルを超えるような標高の高い場所には見られない。日中でもやや暗いような 年を経た杉キの植林内で幼虫が日暮らしに寄生しているのが多く見られ、成虫も同様の環境を飛び回りながら産卵するものと考えられている。ナスの上の方を切り落とした下半分のような形で、長さ0.5ミ、mm、リメートル、直径0.3ミ、mm、リメートルほどの小さな単行色の卵である。切り落としの部分の周囲には、 白っぽく目立つビーズのような縁飾りが感情に並んでおり、孵化の際はこの部分から蓋が開くようになっている。一個体のメスの産卵数は十数個から千個まで幅があり、平均で300個程度とされる。卵数に大きな差が生ずるのは、寄生生活での栄養状態の差に起因すると推定される。卵は1個ずつ、あちこちの樹皮下などにバラバラに産み付けられる。 時を経た卵は、近くに来た蝉の羽の振動などを感じて孵化し、取り付いて、寄生生活に入ると言われる。一例幼虫、五例幼虫、幼化のために、高所から糸を使って降りてきた五例幼虫。幼虫は五例まであり、スマートな一例幼虫に対し、それ以降の幼虫は太っている。口には、咀嚼型の大塞時糸を吐くための都市間がやや、 後方に向かって針状に出ているが、セミの体液を吸うための特別な構造は確認されておらず、どのようにして吸っているかの詳細はよくわかっていない。目は6個の単眼が感情に集まって並んでいる。3体の胸足、4体の腹足、1体のお足を持つが、腹足とお足には微小な鍵爪がやや横長の歪んだリング状に並んでいる。一つ一つの鍵爪は、 リングの外側に向かって、フック状に曲がっており、足全体を強く押し当てれば、セミの体表に猛状に貼られた足バイトによく引っかかり、足を縮めて持ち上げれば自然にそこから抜けるような構造と見ることができる。脱皮の時は外皮が腹足で縦に裂け、新しい足ですぐに足バイトをつかめるようになっている。孵化した一例幼虫は、 細長い体型で全長 0.7mm、幅 0.1mm 前後で伸び縮みする。胸足と腹足は2例以降の幼虫に比べ発達がよく動き回るのに適している。小さいこともあり、普通はセミの胸や腹部の節の隙間などに入り込んで体液を吸っている。2例4例幼虫は腹面が平たく背面が膨らんだ太った芋虫状で、 足の数は一例と変わらないものの、ずっと短くなり、最初のうちは単行色だが、徐々に赤みを増して全体が薄い赤褐色になる。体が大きくなるため、一例幼虫のように隙間に隠れていることはなく、蝉の腹部背面に張り広げた足バイトにつかまって、大切の間の膜付近から体液を吸っているとされる。五例幼虫になると、 純白の老状物質でできた綿毛で背面が覆われるようになり、腹足の爪はさらに横長、楕円に並ぶようになる。白色の綿毛は非常に目立ち、寄生されたセミは遠目からもわかるようになる。セミの成虫自体の寿命がさほど長くないので、寄生者であるセミやドリガの幼虫期間もおのずと制限される。約2週間余りで1例から5例に育つとされ。 この短期間に一生分の栄養を取り、実質的な成長を成し遂げる。綿菓子のような新鮮な眉。下草に作られた眉。これ栄養中は、気を伺って、蝉の腹部から糸を吐きながら脱落し、宙を揺れるに任せて、眉作りのための場所を探す。枝葉などに枯れ糸が偶然引っかかったり、自分の体が樹幹や何かに触れたりすると、糸をたぐったり切ったりしながら、 それに取り付く。しばらくはその周辺をうろうろするが、やがて木や草葉の表面に最適な位置を定めて眉作りに入る。脱落のケーキは必ずしも明らかではないが、人が掴んで、セミが暴れたりすると即座に脱落することが多い。ことから、機種が鳥などに捕食されそうになった場合などが、脱落ケーキの一つになると考えられる。最初は、太表の綿毛を束で抜き取って、 体の周囲に置いていき、頭を8の字を描くように振りながら、糸を吐き交えていき、体全体を覆う楕円ドーム型に仕上げる。その大きさは、長さ7から9ミリメートル、幅4から7ミリメートル、高さ3から5ミリメートル程度であるが、綿毛のために眉の形はよく見えないことが多い。内部の絹糸の内張りは非常に丈夫で、人の手でも、 簡単に破けるようなものではないが、前方には、釜口状に開きやすくなった部分があり、羽化の際はここから脱出する。できたばかりの眉は純白で派手な綿毛で覆われるため、暗い林内では、非常に目立ち、わざわざ捕食者に見つかりやすくしているようで不思議だが、一旦雨に濡れたものは、鳥の糞によく似た外観となる。眉作りの場所は、次の樹幹などの垂直の場所から、 下草の表面、裏面、枯れ木の枝まで様々で、時には地面に直接作られたものもある。樹幹に作る場合は頭を髪型に向けて作るのが普通だが、葉の表面などではあまり方向性はなく、同一の葉で複数の眉が逆向きに作られたりもする。さなぎは一週間程度で羽化する。羽化の際、普通はさなぎの殻が眉の口から半分ほどせり出すので、 浮かした眉かどうかがわかる。飛び立つ前の成虫。茶色く見えるのはせり出したサナギの殻成虫は開け羽長2 0ト、mm、ル体長7から8ト、mm、ルほどの小型のがである。羽はやや丸みを帯びた暗黒色で光の方向によって暗青色に反射するゴマダラがあるが、輪粉は落ちやすい。後期は対価的で興奮やコサさいゲをかき、 下唇髭も微小であることなど、他のセミアドリガカノガと共通した特徴を持つ。これは、成虫が餌を取らないことを意味し、幼虫の期間に得た栄養のみで次世代を残しながら、おそらくは数日間で一生を終える。単眼がないこと、触覚はあまり長くなく串葉状になること、死が細くて虚がないことなども、蚊全体の特徴である。ウカは 未明から午前中に行われることが多いようで、昼頃に浮かしたての成虫が見られることもある。浮かした成虫は、眉の上やすぐそばに止まって、羽が伸びきるのを待ち、羽が固まるとかなり勢いよく飛び立っていく。本種は、諸女生殖をすると考えられ、確認される成虫はほとんどおすべてがメスで、浮かしたメスの成虫は、交尾をせず産卵し、その卵からは、 翌年幼虫が孵化する。ただしごく少数ながら、オスの記録もある。具体的な記録はほとんど存在しないが、鳥などによって、機種のセミごと捕食されている、可能性がある。主たる機種の日暮らしのメスは、セミやドリガが多く生息するような暗い林内では、比較的目立たない存在だが、幼虫の白い綿毛は、非常に目立つため、 寄生されたセミはより襲撃を受けやすくなる可能性がある。また、本来の前方の口ではなく、背面に別の脱出口が開いた空の眉があるが、これは他の昆虫同様に寄生鉢や寄生梅に寄生された例である。機種は、その大部分が日暮らしに寄生し、他にごくわずかな寄生例が、ミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツク帽子、ニーニーゼミ、ヒメハルゼミ、 アンコティンピナフスカタなどで知られる。日暮らしが機種となる理由については、セミヤドリガの生息環境に日暮らしが多いことや、日暮らしの全境の構造が一例要虫の潜伏に都合が良いことなどが挙げられたことがあるが、必ずしもよくわかってはいない。さらに、日暮らしでも特にメスへの寄生が多いことが知られているが、その理由も不明である。メスの日暮らしに、 特有の行動が関係する可能性もあるが、このことから少なくとも鳴き声などを頼りに規制が行われるものではないことがわかる。一匹のセミへの寄生数は1個体から数個体の場合が多いが、時には10個体ほども規制している場合があり、規制数が多い場合は、いろいろな成長段階の幼虫たちが混然と寄生している。帰省されたセミが死んだり産卵ができなくなったり、 することはないと言われる。しかし取られた栄養分が損害になるほか、セミにとっては、セミヤドリガの幼虫は相対的にかなり大きいため、多くの幼虫の規制を受けて、重くなったセミは、飛翔速度などがやや遅くなる。また真っ白な大福餅のような幼虫を背負ったセミは、よく目立ち、それによって襲われる機会が増えるならば、セミにとっては非常な損害となる。 一般には毒や不味を持つ昆虫が目立つ外見で捕食者の危機行動を誘発することが知られており、もし本種にもそのような要素があれば白い幼虫はわざと目立っていると考えることもできるが、目立つ原因となる純白の綿毛は少なくとも人には無味無臭で口に入れてもすぐに溶けて何の感覚もなくなるようなものである。あるいは目立つことで捕食者を誘い、 高所からの脱落のケーキを作る作用があるかもしれないが、寄生個体と非寄生個体に対する捕食者の反応や捕食率の違いなどは調べられていない。ハゴロモヤドリガ。セミヤドリガは世界の熱帯から温帯までで40種ほどが知られ、そのうち日本にはセミヤドリガのほかハゴロモ類に寄生する別属のハゴロモヤドリガイピリケーニアハゴロモカトウ、1939が、 本州、四国、九州、八重山諸島などに分布する。さらに、日本からはもう一種、ニーニーゼミに寄生するとされる、ニーニーヤドリガが記録されているが、これは、幻の昆虫とも言うべき存在となっている。いわゆる未記載種で、正式な学名は付けられておらず、標本も残っていない。これはセミヤ、セミヤドリガの研究で知られる。 加藤忠史よが1954年、東京の石神で採集したニーニーゼミのメスに、寄生していた幼虫一個体を見つけて報告したもので、大きさは体長2.3ミ、mm、リメートル、幅1.0ミ、mm、リメートルほどで、セミヤドリガの幼虫より小型である。体は光沢のある肉色で、白い老物質は分泌していなかったが、それでも修霊に近いものだと思われるものであったと、される。 奇声部位は、セミヤドリガとは異なり、付け根近くの羽表面についており、そのあたりにあるニーニーゼミ特有の体毛を食べていたが、騎種のセミが死んでしまい、本種もその3日後に死んでしまったという。この報告以降、ニーニーヤドリガは再発見されておらず、正体も不明のままである。ありがとうございます。